ぼ。今日はどこ行く？アドベンチャーノートのゆりです。はい、今日はね、京都の鴨川にいます。寒っ。泳いでて平和ですね。はい、すんごい鳩寄ってきた。めっちゃ鳩に囲われてます。今ね、久しぶりにね、京都で昼飲みをしてきました。それでね、本当に楽しくて気分がいいので、もう一軒行きたいと思います。それでは行ってきます。寒い、今日風が半端ないです。外にね、水槽があって、どうやらフグが泳いでるみたいです。めっちゃフグ大きい。パクパクしてる。はい、今日やってきたのはこちら、立ち飲みもみじさんです。京都では有名な人気のある立ち飲み屋さんで、初めて今日行きたいと思います。お魚の美味しいお店です。はい、お店の中に、ね、入ってきました。もうね、今ね、お昼の1時半なんですけど、満席でギリギリ入れた感じです。すごくね、人気店ということで、結構有名なお店なんですけど、明るくて女性でも入りやすい雰囲気です。女性の、ね、方も結構いらっしゃいます。はい、来ました。注文したのは生ビール380円です。乾杯したいと思います。いただきます。乾杯。やっぱ生ビールは美味しいですよね。今ね、カウンター席にいるんだけど、こんな感じでね、バッチリパーテーションが立っています。パーテーションがあるから、女性一人でもカウンターすごい入りやすいです。なんか気が楽です。お店もすっごい賑わってて楽しい雰囲気です。はい、これがね、地酒です。地酒も置いてます。地酒もね、すごく種類が豊富です。こちらがドリンクメニューです。生ビールが380円で、ハイボールが350円です。チューハイや焼酎も充実してます。フードメニューがこんな感じで、海鮮がうまいってバッチリ書いてあります。海鮮メニューがね、やっぱり中心のお店みたいです。裏にね、海鮮以外のメニューも書いてあります。まず生わかめポン酢とちょこっと海鮮丼ください。はい、お昼時なのでね、ちょっとお腹が空いちゃったので海鮮丼も頼んじゃいました。ありがとうございます。すごい、なんかホカホカしてる。生わかめポン酢を頼みました。こちらが生わかめポン酢280円です。冷たいやつかと思ったら、なんか湯気が出ててホカホカしてます。もみじおろしがかかってていい感じ。はい、こちらです。いただきます。聞こえる？めっちゃ歯ごたえがあって、すっごく美味しいです。すっごくシャキシャキで美味しいです。冷たくないからね、なんかお腹にも優しい感じで、すごいいい感じ。泳いでるトラフグが食べれるそうです。立ち飲みでフグ食べれるってすごくない？なんかね、向こう側にまたお店とつながってるみたいです。あの奥ってお店なんですか？なんとね、お店の横に路地があるんだけど、はい、こちらがね、丸福っていうお店で、もみじ
じさんと系列店みたいです。もみじさんのお隣にあるこの路地からお店の方に入れるみたいです。そちらがね、なんとちょっと高級なコースとかが食べれる、その分ちょっとリッチなんですけど、こちらはね立ち飲みなのでリーズナブルにいただけるっていうことでした。なのでね、特別な日はね、ぜひねあっちの奥のコースのお店に行くのもいいと思います。すごい、はい、海鮮丼めっちゃ可愛い。お茶碗のね小さいサイズになってます。ほかほかのあら汁もついてます。美味しい香り。こちらがちょこっと海鮮丼580円です。あら汁付きです。いろんなねお魚乗ってます。美味しそう。見てほかほか。まずはこちらを。あ、美味しい。お魚のね、出汁がたっぷり出てて美味しいです。はい、じゃあこちらの海鮮のお醤油をかけてね、いただきます。見てこれ、あのね、お魚とね、貝とね、めっちゃ乗ってます。これって何が乗ってますか？ホタテ。これがホタテ。日替わりなんですか？この先にあるやつはこうボトンって乗ってるから。そうなんですね。何が乗ってくるか、私の。あ、そうですね。上に乗ってる具はね、日替わりということで、今日はね、ちょっとどれがどれかわからないんですけど、サーモンとホタテとビル貝が乗ってるみたい。あとね、ちょっとよくわからないけど、2種類全部で6種類乗ってて、何切れも乗っててめっちゃ贅沢でゴージャスです。美味しいサーモンいただきます。うん、これはねやばいです。めっちゃとろける。お魚屋さんのお刺身っていうだけあってね、すっごく美味しいです。ホタテも、プリプリ、めっちゃ美味しい。アラ汁がね、すごいの、もうめっちゃ大きい。アラが、身もね、いっぱいついてて、最高。いいね。なんかお魚屋さんで飲むアラ汁って美味しいよね。美味しかったです。ちょっとねお腹いっぱいだったのでいっぱいは食べられなかったんですけど、海鮮丼がねちょうどいいサイズで、すごいもう女子にもありがたいお店でした。あのね、スタッフさんも女性の方がすごく多くて、本当にね女性も入りやすいなっていう印象でした。お店の中もねとっても綺麗でリーズナブルにね美味しいお魚がいただけるので、とってもおすすめです。またねぜひぜひ京都にお越しの際は立ち飲みもみじさん来てみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録、あとぜひぜひこちらのもみじさん来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。